よい市がよぐに峠付近国道403号は、新潟県新潟市から長野県安曇野市を経由して、同県松本市に至る一般国道である。中野市から筑市千曲市東海山間は、谷街道を、選挙区市東海山から、東千曲郡築北村間は、北国西街道を踏襲する路線である。千曲市から松本市までは、篠ノ井線と並行しており、 日本三大車窓の一つである、オバス定期の付近を通過する、一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、当初、1982年に指定された、一般国道403号は、新潟県三条市中間原郡亀田町を結ぶ路線であったが、11年後の1993年の国道の改正で延伸され、 新潟市松本市を結ぶ路線として再指定された。この時、国道404号の一部分の区間が国道403号に重複となっている。地図上ではいくつもの他路線の国道と重複を繰り返しており、重複区間延長は約 90km、比率では路線全体の4分の1以上を占めるルートのトレースに難儀する国道ともなっている。新潟 長野県境の伏の峠を越える区間は、豪雪地帯として知られる場所で、通行期間も限られ、いわゆる、国道の一つに数えられている。伏の峠越えは、かつて林道での迂回が可能な未開通区間であったが、現在では解消されている。道路福員5.5メートル以上の改良率は76.1%で、峠越えの山間部には一車線の福員の狭い区間や、 ガードレールの整備が行き届いていない区間が残存する。長野県飯山市の照岡牧場付近は、山道から一転して視界が広がる場所で、農道のように、田んぼの間を抜うように細い道路が走る。飯山市の沢温泉村の千曲川に架か,かる市川橋は、4トン車以上通行と目規制である。コスド鏡バイパスと、並行する旧道県道を除く、主な橋梁、トンネル、編集道の駅、 編集新潟県側はなだれに注意を要する豪雪地帯である。長野県側は北品の地域の観光地で和菓子で有名なオブセ、戦国時代の武将、上杉謙信と武田信玄の合戦場で知られる歴史舞台の川中島、太平洋戦末期に政府中枢機能移転が計画された松城、台本屋と日本三大車窓や日本の夜景百戦、 日本夜景遺産にも選ばれた、景観、夜景のスポットで知られるバステがあり、見どころが多く点在する、重複区間を除く新潟県長野県、ありがとうございます。